こんにちは。僕がヤング世代におすすめする車で巡る奥州市の旅、東ルート編をご案内します。まず向かうは、宮沢賢治もよく訪れていたという種山高原。ここにあるのが種山高原星座の森。およそ2ヘクタールの敷地内にアウトドア施設がたくさん。星が手の届くところまで降りてきて、とても綺麗な季節となりました。皆様のお越しをお待ちいたしております。お昼は農家レストランそばどころ餅田屋がおすすめ。地元江差市産の食材を使ったお料理が評判です。人気メニューは森そばセット。打ち立てのそばの香りがたまりません。地元の新鮮な野菜をふんだんに使った料理を提供しています。皆さん食べに来てください。今度は歴史公園江差市藤原の里へ。広さ20ヘクタールに古代から中世の東北にまつわる建物120棟余りが再現されていますよ。江差市藤原の里では平安の秋祭りを開催しております。11月9日まで菊花展、11月30日までお砂踏みお遍路体験を開催しております。皆様のお越しをお待ちしております。おやつに水先ノートはいかが。オーナー手作りの家具に囲まれながら、自家農園で採れたリンゴを使った焼き菓子やジュースなどがいただけます。これからの季節は自家製の江差市産リンゴをたっぷり使ったお菓子を焼いていきますので、お誘い合わせの上ご来店ください。休憩やお泊まりの際は珠玉の湯薬師堂温泉をどうぞ。よく温まってお肌がすべすべになると評判ですよ。